フランシスコ・ロドリゲス、フランシスコ・ホセ・ロドリゲス・デルガド・シニア、フランシスコ・ホーゼ・ロドリゲス・デルガド・ SR、1982年1月7日タイは、ベネズエラのカラカス出身のプロ野球選手、投手。右投げ右打ち。現在は、アトランティック・リーグ、アメリカ合衆国の独立リーグの、ロングアイランド・ダックスに所属。MLB を代表する、抑え投手の一人でありで、 シーズン最多セーブ記録保持者、2008年の62。三振を表すアルファベットの K と C を組み合わせた K、K ロッドという愛称を持つ。2017年シーズン終了時点での通算437セーブは、歴代4位、現役選手では1位。1982年に、ベネズエラで生まれるが、生後2ヶ月で両親に捨てられ、近くに住む祖父母らの手で育てられる。 母親の元を何度訪ねてもすぐに追い返され、父親にも気にかけてもらえなかった。7歳の頃に、地元のグラシアーノ・ラベロ野球教室で投手を始めるが、7ドルの月謝を払うことができなかったためコーチに代わりに払ってもらっていた。当時の憧れの選手は、ウーゲット・ウービナで、彼のすべてが好きだった。マウンド上での積極性、仕事に臨む姿勢、 アドレナリンが湧き出ているのが遠くから見ていてもわかると語っている。14から15歳の頃に、急速90メートル pH、約時速 144.8km を計測するなど頭角を表し、16歳になってメジャー球団との契約が解禁されると10以上の球団が獲得に乗り出した。9月、契約金90万ドルでアナハイムエンゼルスと契約。 ロドリゲスは 4LDK のマンションを祖父母にプレゼントしたが、アメリカ合衆国へ渡ることになった時でさえ自分をほとんど無視した量に対しては、僕の方だって両親を気にかける必要はないという考えを持つに至った。からまでの3年間、マイナーリーグで46試合に登板し、うち42試合に先発、計234.1投球回で301。 脱三振を記録するが、2001年には5勝7敗、防御率5.38と苦しんだ。球団首脳陣が、ロドリゲスの育成方針を協議した結果、肩や肘を痛めていたこともあって、先発からリリーフへの転向が決定。ロドリゲスは、当初、僕は、もちろん先発がやりたかったんだと難色を示したが、最終的には、この配置転換を受け入れた。ロドリゲスは、 a 級アーカンソートラベラーズでは二十三試合で三勝三敗、9セーブ、防御率一点九六、トリプル a 級ソルトレイクスティンガーズでは二十七試合で二勝三敗、六セーブ、防御率二点五七と好成績を残す。七月には、マイナーリーグのオールスターゲームフューチャーズゲームに、世界選抜の一員として選出され、あと一人で、試合終了という場面で登板して、 三振を奪い試合を締め、この頃にはリリーフ当番について、そのプレッシャー、湧き出るアドレナリンが好きになっていったという。2002年9月のロースター枠拡大、いわゆるセプテンバーコールアップに伴いロドリゲスはメジャーへ昇格し、18日のオークランドアスレチックス戦でメジャーデビュー。レギュラーシーズン終了まで5試合に当番し、 球団大記録の発射連続を含む13三振を奪う。エンゼルスはシーズン開幕前の大方の予想を覆し、99勝を63敗でアメリカンリーグに失く2位となり、ワイドカードを獲得、ポストシーズンへ進出した。9月にメジャーへ昇格したロドリゲスは本来は、ポストシーズンのロースター枠には入ることができないが、故障したアーロンシーリーの代役として、 特例でロースター入りが認められることに、メジャー賞各時にはロッカーのネームプレートをロドリゲスと間違った綴りにされた程度の存在だった高騰を続けることでチーム内で自身のポジションを確立した。前年のリーグ王者ニューヨークヤンキースとの地区シリーズ第2戦でロドリゲスはポストシーズン初登板、2点を失い逆転を許したものの、 その後チームは再逆転し、勝利、ロドリゲスは、勝利投手となった。続く、第3戦では2回無失点4奪三振、第4戦では1.2回無失点3奪三振と、高騰。ロドリゲスの3連投とともに、チームも3連勝し、2、リーグが3蓄成となって、以来初となるリーグ優勝決定シリーズ進出を、果たした。ツインズと対戦した同シリーズでは、ロドリゲスは、 第2戦から第5戦まで4連投し、防御率0.00と、相手打線をほぼ完璧に抑える。このシリーズでも、ロドリゲス当番試合でチームは全勝し、球団創設42年目で、初のリーグ優勝、ワールドシリーズ進出を決めた。ジャイアンツとのワールドシリーズでは、まず第2戦で3回を投げて、相手を無安打無得点に抑え、 シリーズ史上最年少の20歳286日で勝利投手に。しかし、第4戦ではアンダとホイツで走者を二塁に背負うと、デビットベルに決勝的自打を許し、このポストシーズン初黒星を起死した。さらに、第6戦でも、バリー・ボンズのソロ本塁打とジェフ・ケントの的地打でに、失点。それでも、最終第7戦では1回を3奪三振、無失点に抑えた。 エンゼルスは3勝3敗で迎えた、この第7戦に勝利し、球団史上初のワールドシリーズ制覇を成し遂げた。このポストシーズン3シリーズでロドリゲスは、計11試合に登板。18.2回で28奪三振を記録しただけで、なく、前年のランディ・ジョンソンに並ぶポストシーズン史上最多の5勝、1敗を挙げている。この活躍により、 ケーロッドという愛称が生まれるなどロドリゲスの知名度、人気が高まった。は59試合に登板し、86回で95、三振を奪った。は、オールスターゲームに初めて選出されるなど年間を通して安定。123奪三振は、がに記録したリリーフ投手としてのシーズン奪三振球団記録を14、更新するものだった。 サイアング賞の投票では4位に入っている。シーズン終了後には日本で開催された日米野球に出場し、11月6日の第2戦でセーブを記録した。は、前年限りでエンゼルスを退団したトロイパー・シバルに代わり、チームの抑え投手となる。4月5日の開幕戦で1回を無失点に抑えて、初セーブを挙げたロドリンゲスは、その後も順調に、 セーブを積み重ねていった。9月21日には40セーブ目を記録し、24歳未満の若さでシーズン40セーブという史上2人目の記録を達成。最終的には45セーブを上げ、クローザー転校1年目から最多セーブのタイトルを獲得した。開幕前の3月に開催された第1回 WBC のベネズエラ代表に選出された。 チームは二次リーグで敗退したが、ロドリゲスはチームが勝った三試合すべてで最後の一イニングを締めた。シーズンでは2年連続リーグ最多かつ、球団新記録となる47セーブ。9月10日にはメジャー史上最年少で通算100セーブに到達している。シーズン終了後は2年ぶりに日米野球に参加する予定だったが、故障のため出場を取りやめた。その後、 ロドリゲスとエンゼルスは年俸調停を回避し、1年700万ドルで再契約した。ワシーズン開幕直後、不正投球疑惑が取り沙汰されるトラブルに巻き込まれる。ザチーター、S ガイドーベースボールというブログが帽子のひさしの裏に白い異物を塗布し、それを指につけて投球していると報じたもので、ロドリゲスは隠し事なんてしていないから、 いつでもチェックしたい時にすればいいと疑惑を否定した。結局この件はおとがめなしとなり、前半戦37試合で24セーブ、防御率2.33という成績を残す。オールスターには3年ぶりに選出され、試合ではアメリカンリーグのクローザーとして初セーブ。シーズン全体では45セーブのジョー・ボロースキーには及ばなかったものの、リーグに一対の40セーブを挙げ、 三年連続四十、セーブを達成した。ただポストシーズンでは、レッドソックスとの地区シリーズ第二戦で、同点の9回裏一死一塁の場面で登場するも、マニーラミレスに、さよなら三点本塁打を喫し,し、チームが三戦三敗で敗退する一員となった。この時点で、ロドリゲスの FA 権取得まで、あと一年となり、球団は契約延長交渉に臨むが、これが難航。 11月には、エンゼルス側が3年3400万ドルという条件を提示したが、ロドリグス側はこれを拒否した。結局、複数年契約を締結することはできず、2008年の契約も、両者合意とならぬまま年俸調停へと進み、球団側が1000万ドルを提示したのに対して、ロドリグス側は1250万ドルを要求。最低は、 球団側の主張を認めロドリゲスの年俸を1000万ドルとした。は、エンゼルスが僅差の試合にセリカツスタイルを取ったことから、セーブ機会に恵まれたロドリゲスはセーブを量産。4月から4ヶ月連続で、月間セーブ数が10を超えるというハイペースで、セーブ数伸ばしていった。98試合目、7月20日のシーズン40、セーブ到達、及び129試合目、 8月24日の同50セーブ到達は、それぞれ史上最速記録を更新。かつての記録は、前者は2003年のジョン・スモルツによる108試合目、7月31日、後者は同年のエリック・ガニーによる143試合目、9月9日であり、これらを上回るスピード記録を作ったロドレスに対して、2、ボビー・シグペンが達成したシーズン最多セーブ記録、 57の更新液体が高まっていった。9月2日には、チグペンの記録まで、あと3に迫る、シーズン54セーブ目を挙げると同時に、通算200セーブに、史上最年少、26歳239日で、到達。そして9月11日、シアトルマリナーズとの4連戦第1戦で、57セーブ目を記録しメジャー記録に並ぶ。 9月12日は、ロドリゲスの登板はなし。そして9月13日、エンゼルス3点リードの9回表というセーブ機会で、ロドリゲスが登場した。新記録への重圧からか、先頭打者、ミゲルカイロに二塁打を許すと、続く、ルイス・バルブエナには死球を与え、本塁打が出れば、同点のピンチを迎える。だが一郎を二塁ごろに打ち取ると、その後は、 ウラディミール・バレンティン・トラウル・イバニエスを2者連続、空振り三振に仕留め、ゲームセット。この瞬間、ロドリゲスは、シーズン最多記録を塗り替える58個目のセーブを手に、した。イバニエスから三振を奪った直後、ロドリゲスはマウンドにひざまずき、プロ入り直後に亡くなった祖父と神への感謝の気持ちを、込めて空を指差し大声を上げた。祖父への感謝については、毎日感じていることなんだ。 今も彼がハッピーで、僕のことを誇りに思ってくれていることは分かっているからねと語っている。その後もレギュラーシーズン終了までセーブを重ね、最終的な記録は6個へとなる62まで伸びたギネス世界記録に認定。しかしポストシーズンでは、エンゼルスは前年と同じレッドソックスとの対戦となった地区シリーズでまたも敗退。ロドリゲスも第2戦。 5から5で同点の9回表に JD ドリューに勝ち越し2点本塁打を喫して敗戦投手となった。オフの11月3日に FA となった。代理人は5年総額7、500万ドルを最低ラインとする大型契約を目指し交渉を展開した。一方のエンゼルスは打線強化を目的として2008年のシーズン途中に獲得したマーク・テシェイラの残留交渉を優先しており、 また同年にデビューして、リリーフで好成績を残し補正アレドンドの成長を見込んでいたこともあって、ロドリゲスの残留交渉にはあまり熱心ではなかった。2008年12月10日、左ヒーチ故障のビリー・ワグナーに代わるシンクローザーを探していたニューヨーク・メッツと3年総額3、700万ドル、4年目はオプションで契約した。 2008年に89勝73敗のナショナルリーグ東地区2位だったメッツは、救援投手陣の防御率がリーグ13位と低迷したことから、ロドリゲスや JJ プッツの獲得で弱点を補強。同年のワールドシリーズを制した同地区のフィリーズに対し、ロドリゲスはワウチが倒さなければならないチーム、優勝候補だとのコメントを出した。前年までつけていた背番号57は、 ヨハン・サンタナがいたためにつけられず、5と7を反対にした、75を選択した。開幕前の3月に開催された第2回、WBC のベネズエラ代表に選出され、2大会連続2度目の選出を果たした。2006年の前回大会に引き続きチームの抑え投手を務め、特に2次ラウンドでは2試合連続でイニングまたぎの、いわゆる4アウトセーブを挙げた。 ベネズエラは準決勝へ進出したが、韓国に敗れ決勝進出を逃している。大会終了後に、メッツに合流し、4月6日のシーズン開幕戦で、セーブを挙げると、そこから前半戦終了まで41試合に、登板して2勝2敗23セーブ、防御率1.90と高騰を続け、オールスターゲームに選出された。だがチームは故障者続出で低迷し、 後半戦に入るとそれに引きずられるように、ロドリゲスの成績も落ちていく。最終的には、防御率3.71や、脱三振率9.7、ホイップ1.31などで、自己最低の成績に終わり、セーブ成功率も83.3%と安定感を欠いた。メッツは70勝92敗の地区4位で、 リーグ連覇のフィリーズからは23ゲーム差も話された。2は8月11日の試合後に恋人の父親を暴行した疑いで逮捕され、球団から2試合の出場停止処分を受けた。暴行の際に右手親や指の人体を損傷していたことも明らかになり、シーズン中の復帰は絶望的となった。17日に四角停止リスト入りし、 解除されるまで試合に出場できず、年俸も支払われないことになった。7月13日にトレードでミルウォーキーブルワーズへ移籍。10月30日に FA となった。1月17日にブルワーズと800万ドルの1年契約で再契約した。10月29日に FA となった。開幕前の3月に開催された第3回。 WBC のベネズエラ代表に選出され、3大会連続3度目の選出を果たした。WBC 終了後の4月17日にブルワーズとマイナー契約で再契約した。5月15日にメジャー昇格した。6月22日のアトランタブレーブス戦で史上25人目となる通算300セーブを達成した。この年は25試合に登板し1勝1敗10。 西部、防御率1.09だった。2013年7月23日にトレードで、ボルチモアオリオールズに移籍した。オフの10月31日に、FA となった。2月7日に、フルス、ブルワーズと325万ドル出来高の1年契約に合意した。この年は、抑えとしてチームを牽引した。4月19日のピッツバーグパイレーツ戦で、 通算310セーブを記録した。これは、歴代20位のリッチゴーセージと、大記録だった。翌日の20日の試合で、通算311セーブを記録した。これは、歴代19位のトム・ヘンキーと、大記録だった。4月21日のサンディエゴ・ウォパドレス戦でシーズン8、セーブ目を記録し、歴代単独19位となった。4月25日のシカゴ・カブス戦で、 シーズン10セーブ目を記録し、歴代18位のローブ年と、大記録の通算314セーブを記録した。4月は16試合に登板し、全試合で無失点、13セーブなどと活躍し、チームの快進撃を支えた。8月27日、通算1 0奪三振を達成した。これは、リリーフ登板のみでの達成は、史上10人目。 先発登板の経験自体がない投手としては、史上3人目であった。オフに FA となった。2月27日にブルワーズと2年総額1300万ドル、3年目のバイアウト400万ドルを含む、3年目は600万ドルの球団側選択オプションの契約を結んだ。2015年11月18日に、ハビアベダンコートとのトレードで、 デトロイトタイガースへ移籍した。は、開幕戦で3失点セーブ失敗するなど、4月の防御率が5点台と出遅れたが、その後は持ち直し終盤まで防御率2点台半ばで推移していたが、9月24日のカンザスシティロイヤルズ戦で、まさかの5失セーブ失敗で、防御率が一気に3点台まで悪化してしまった。シーズンでは61試合に登板して、 防御率3.243勝4敗、リーグ2位の44セーブ、セーブ失敗5回を記録し、史上6人目となる通算400セーブの大台を突破した。ただ、防御率はここ3シーズンでワーストであり、脱三振率9.0未満だったのも、メジャーデビュー以来初と、やや実力に、限りが見られる成績となった。開幕前の2月8日に第4回 WBC の、 ベネズエラ代表に選出され、4大会連続4度目の選出を果たした。シーズンでは5月に、クローザーから外されるほどの不振に陥り、6月23日に、自由契約となった。2017年6月27日に、ワシントン・ナショナルズとマイナー契約で合意したと、報じられ、7月5日に正式に契約し、AQ a ハリスバーグ・セネターズに配属されたが、7月14日に、 自由契約となった。1月28日にフィラデルフィア・フィリーズとマイナー契約を結び、同年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。しかし、3月24日に解雇された。4月30日にアトランティックリーグ、アメリカ合衆国の独立リーグのロングアイランドダックスと契約した。左足を高く掲げ、 左手とともにまっすぐ伸ばしながらステップしてリリース体制に入るという独特の躍動感ある投球フォームの持ち主。持ち玉は平均急速時速 144km のフォーシーム及びツーシームと大きく曲がり落ちる平均時速 120km 前後のカーブ2種類の変化をする平均時速 133km のチェンジアップ。若手の頃は フォーシームとスライダーの2球種で押し切っていたが、メジャー1年目からすでに手元で小さく変化する速球はマリアノ・リベラ、スライダーはペドロ・マルティネス、そしてアグレッシブさはウーゲット・ウービナみたいだとも言われていた。スライダーは急激に変化するためカートゥーンスライダーと呼ばれるほか、その急速からカーブ扱いされることもある。エンゼルスで2006年までチームメイトだったブレンダン。 ドネリー、フランキーのはカーブだ。速球とのスピード差が大きすぎる。彼はスライダーだと言い張っているが、あれは絶対にカーブだ。ブルペンでいつも議論しているよ、カッ笑いと話している。チェンジアップはスプリッターのように落ちるものとシンカーのように打者から遠ざかりながら沈むものの2種類を投げ分けている。チェンジアップを投げるようになったのは2006年頃からで、当初は 請求ミスで長打を浴びたこともあったが、次第に左打者に対し効果を表すようになった。ただし、チェンジアップと速球を同じ腕の振りから投げようとしたことで、速球の球速が低下するという悪影響もあったことを本人自ら認めている。2015年からは投球スタイルを変え、速球主体からチェンジアップ主体になった。投球全体のチェンジアップの割合は、 40%以上にも及ぶ。k ロットの異名が示す通り、高い脱産審率を誇る。2010年終了時点での通算脱産審率は11.3で、これは、リベラ8.2や、ジョーネイさん9.4などを上回っている。しかし1年単位で見ていくと、2004年の13.2をピークとして、年々数字が下がっており、2009年は、 自己最低の9.7にまで落ち込んだ。また、よし球による無駄な走者を出すことも多く、通算よし球率4.0は、リベラ2.1、ヤネイさん3.4よりも悪い。稀に集中力を書き、ビッグイニングを作られることもある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。